A. 鴨もととくじせ跡公園にある復元された石類映画は、兵庫県姫路市鹿幕にある地名である。鹿幕映画や鹿幕映画清水町などがあり、付近の鹿幕中浜町、鹿幕西浜町などを含めた地域の名称としても、使われる。おおむね、JR 山陽本線阿賀保駅、山陽電鉄、阿保市線西鹿間駅の間にある地域を指す。 張り国風土器の飾り磨く軍映画里が資料上の所見とされ、あがひいにしエとアガビメの二神の名が地名の由来になったと解説されている。現在、この二神は映画神社の祭神として祀られている。瀬戸内海に面し、夢咲川、水尾川の川口部にあることから港町が形成され、後に映画城を中心とした城下町、 浄土新宗系の寺院を中心とした寺内町の性格も有するようになったとされる。三騎士が名手、領主的な存在となって武士団を形成したと考えられているが、武士であったとともに商人であったと考えられている。また、映画場が明確に城であったかについては、異論が出されている。橋場秀吉による晩衆征伐の際、映画の地では秀吉に敵対したため、 映画緑、A、カムト特事などと呼ばれている寺院が亀山に移転された。これ以降、町としての機能が失われていったと考えられている。移転された寺院は、亀山本特事、姫路船場別院本特事となった。ありがとうございます。